ケビン・ラザーニャは、イタリア・サンベネデット・ポー出身のサッカー選手。イタリア代表、エラス・ベローナ FC 所属。ポジションは FW。ユース時代には AC ・キエーボ・ベローナに4年間所属。2010年、ロンバルディア州リーグのゴベルノ・レーゼ・カルチョで、トップチームデビューを果たし、その後、アマチュアクラブのチェレーア・カルチョ、AC ・エステに移籍した。2014年6月、 セリエ B のカルピエ FC へ移籍した。加入1年目の2014から15シーズンには30試合5得点を記録しクラブのセリエ A 昇格に貢献。2015年8月23日の UC サンプドリア戦でセリエ A 初出場し、2016年1月24日のインテルナチオナーレミラノ戦でセリエ A 初得点を挙げた。 2015から16シーズンは途中出場が大半ながらも36試合に出場しご得点を記録したがチームはセリエ B へ降格した。2017年1月14日、セリエ A のウディネーゼカルチョへ完全移籍移籍金は450万ユーロ。2016から17シーズン終了まではカルピ FC へ。 レンタルで残留しセリエ B で14得点を挙げ、ウディネーゼへ合流した2017から18、シーズンにはポジションをつかみセリエ A で12得点をマークした。2018年10月9日、ウディネーゼとの契約を2023年まで延長した。2021年1月26日、エラスベローナ FC へ2022年6月30日までのレンタル移籍。 および特定の条件を満たした場合、買取義務が発生することが発表された。2018年10月、不祥離脱したシモーネザザの代役として、イタリア代表監督に初招集され、10月14日に行われた UEFA ネーションズリーグのポーランド戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。